ヴェンデッタの後ろ。おはようございます。しんのすけの弟子ペルペルです。本日は埼玉県にありますシンガーデン桶川店様にてペルペルパニック収録させていただきます。本日の日付が7月の39日、7月の29日ということで土曜日なんですけども、スマスロバイオハザードベンデッタが12台第一候補を狙ってたんですけども、いつも通り抽選が悪くてバイオシリーズそしてイニシャル D までもが埋まりということで、最終手段のハーデス双璧、もう笑っちゃうぐらい何回目だよと、いうことなんですけども、しっかり1日最低1回ゴッドドレイは当たり落ちましたが、ライブ的にまだ天国の可能性は全然あり、あったー、来たよー、来たねー、82ゲームだよ、来ました、愛してます。さあ相当紙は25本のまんま、1日1回は1989枚です。現在が15時21分ということで、スマスロバイオハザードベンデッタ1台空き座になりましたので移動したいと思います。スマスロバイオハザードベンデッタ新音調査を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。145ゲームスタートです。グラフがこんな感じになっております。500枚ぐらいマイナスかなというところで、さあ打つのはこれで2回目ですね。ただまだ朝からは打てておりません。とりあえず角台から6額、20トロフィーが出たということで、とりあえずまだ通常時は全然堪能できてないです。天井行っても何しても、今日は全然 OK です。結構六角してる台でも天井はバンバン行くかなと、思いますんで、天井はやっぱりつきものですね。チャンス目バイオシリーズといえばやっぱり天井はつきもの。さあ800ゲーム、一応初打ちの時にキリントロフィー出たスマスロバイオ、その時も普通に810行きましたんで、モード移行率に設定差がほとんどないのかなと思うんですけども、ツイッターの方であの設定6打った方の情報給湯モード B にすごく飛びやすいと。あ、復活、おい、レベッカ登場。さあ845ゲーム、総投資が20本ぴったりです。さあベンデッタモード突入時プチューンしてプレミアムに行く可能性もあるらしいと、噂を聞いたんですけども、ちょっとそこを狙ってここでちょっとねタイミングが分からないんですけども、今回はしない。ベンデッタモードまだスタートラインではありません。ちょっと今日もね中押しで行ってみたいと思います。これリプレイだ、ダメなんだ。クリーチャーバトル以外のところはやっぱり中リール、クロバーと2連続させること、外れ2連続でロックオンプレート、この次これをね噛み合わせていかないと前に進めないんですよね。もう一回、あ、これは冷却対応弱者、でプッシュボタンしてブルブルすればクリーチャーバトルのこう赤チャンス、まあ、これは1回目なんであれなんですけども、さあ行きました、古代寺ないか。このタイトルも赤だと赤い武器が選ばれるとか、この回転が通常こっち回りなんですよ、逆回りだと何かあるという法則性もかなりあるんで、今回マシンガンのダチョウです。マシンガンは連打系なんで、とりあえず300発を貯めること。 OK、 クリーチャーバトルが一番中押しバー狙いかもしれないですね。ただ中押しした場合チェリーの強弱がわからないかもしれないです。
オッケー、うまいね。これは一冊ですね。ナビ一冊。まだ間に合ってない、まだ間に合ってない。オッケー、これでやっと200、あと1ゲーム。いや届かないな、まだ届いてない。今249、大ピンチ。あーこれ一冊、今回249ゲーム、ちょっと危なそうですけれども、瞳を閉じましょう。 OK、 さらについで、ないね。今回1個当たりがありました。さあ弱チェで10ゲーム、上乗せで、これ100ゲームまでなのか以上なのか分かんないですけど、100ゲーム上乗せありますんで、10ゲームで、ここの AT 中のボーナスの10ゲームはクラッシュフリーズおそらくしないと思います。さあ行きましょう、残り34、全然まだですよ。さあラスト、これリベンジループいる可能性ありますんで、アリアスが出てきたらその可能性が高い。ディエゴ一番強いキャラクターです。赤いやつノーマル、赤いやつノーマル。ああ共通ベル3回ベル、いかない。デフォルト画面335枚です。ダンダダン333枚。さあ今日チェリーレベッカステージ中。さあサイレントモード行くかどうか。8ゲーム目、9ゲーム目で10ゲーム目。お第1で行かない、ここだ。306、14ゲーム目、15。さあ強制的には15ゲーム目、サイレントモード。このサイレントモードの背景の扉、血ついてる扉とかヒョウ柄とかあるみたいなんですけど、今回デフォルトですね。血ついてるサイレントモードの背景だと、まあ、当選してるかもよらしいです。今回は、ノーマルバージョンでいきます。レベッカステージ中、まあ、降格中の強チェリーからいったのかなと思います。やっぱサミーさんは結構裏ボタン数多く取り入れてるんで、フルに生かしていきたいですね。赤まで欲しい、青、赤い、あ、血ついてる。レア役否定、 OK OK、 強チェリーから当選で326ゲーム、総投資が22本です。さあ行きましょう、ちょっと出せるイメージを欲しいんで、目標はプレミアムベンデッタモードなんですけど、1000枚目標でいきます。いやーこれきついね、119発奇跡の、おっ早いね、
さあここいいよ、 OK、 ついでの150枚、25%、ついで お、クリスだね。クリスはハンドガンが選ばれないと聞きました。ショットガンのリッカ、オッケー、3発はでかい。とりあえず金まで上げてもらって、オッケー、ナビオッケー、ここも超えて、とりあえず最低赤、最低赤、オッケー、最低赤、そしてここも超えて中押しします。中段に黒バーが止まらなければ小ガッツポーズ、ノーガッツポーズ、やばいよ、ここ大事、ここ大事、んー、あー赤白黄色、赤は行く、クラッシュリーズは、あーやりました、青だね、贅沢に青ですね、初めての青だよ、いいね、これ黄色いかない、ベンデッタボーナスと、20ゲームは乗せ、ホールでは初です、ベンデッタボーナス、お赤よりも青のがいいです、20ゲームのエピソードだった気がします、確か、おおー、ナビの出方が違う、ベンデッタボーナスは、北斗転生でいうところの真剣勝負的な感じでハザードゾーンのアイコンを貯めていって、最終ゲームでそのアイコン 1個につき1ゲームで毎ゲーム抽選していって継続すると次セットっていう感じでやっていくんですけども、初回はロケットランチャー持ってるんで必ず継続すると、ロケットランチャー獲得した場合はロケットランチャーのアイコン優先で出てきます。さあエピソードをこれで終了と、エピソード中は何もなし、あここでハザードドーン8個スタートで、ベンデッタボーナス、10セット継続すると AT の、セット数ストックとなりますので、とりあえず目標は、10セットです。どんどんハザードゾーンのこのアイコンを貯めていく、ベルレア役でハザードゾーンの上乗せ抽選、乗せはなしでロケットランチャーで、継続するたびに AT のゲーム数は乗せ10ゲーム、ここはおそらくクラッシュフリーズ起こらないと思います。さあ2セット目、もうロケットランチャーアイコン使っちゃったんで、この後ですね、まあ、貯めたハザードゾーンのアイコンに応じて、マイゲーム継続抽選と。さあ行きましょう、おお最終ゲームのベルで2個取りました、これで合計10個で、マイゲーム抽選です。じゃあ合計で10ゲーム最低ではあると。で、告知パターンがシンプル告知、チャンス告知、プッシュ告知とあるんですけど、チャンス告知でとりあえずやっていきます。ショットガンの上があるはずなんですよ、ただこれショットガンは下から2番目だと思うんで、ただ第一停止で昇格する可能性もあるんですけど、残念、一発でいったね。で AT のゲーム数は乗せで3セット目で1個使ったんで残り9個です。ハザードゾーンのアイコン1個につき 3.5 分の1で、当選と。おおレベッカボイスいいね、これで10個
青七の平均セット数7セットとからしいんで、そこそこ期待できそうですね。プッシュ告知でいきます。プッシュ完成して告知っていう感じだと思うんですけども、これ毎ゲーム変えられるんでいいですよね。まあ、とりあえずプッシュ告知で告知をさせて、次はシンプル告知でいきたいと思います。 OK、 2ゲーム目で告知。あ、でかいね。30ゲームはでかい。で4セット目、これいいですね。もうトータルで65ゲーム上乗せしてます。今これ10セットまでいってようやく靴を履くかなぐらいだと思うんで、やっぱスマス、ちょっとここでレア役2個なんで弱チェ、あ、弱チェですね。強役だと結構乗せるイメージです。次シンプル告知でいきます。おお、1ゲーム目 3.5 分の1取る、いきましょう。5セット目 OK、OK、これ簡単です。いやー、これ簡単だ。一発でいって20はでかい。1ゲーム目でいく。さらに10ゲーム、あーん、レア2体演出、強チェっぽいな、強チェっぽいな、強チェ300個ぐらい、3個残り17ありますよ。これはいける。てか行ってくんないと困る。 OK、 1個、これは面白い。さあ18個あります。チャンス告知かな、やっぱりいかない。2ゲーム目いかない、ちょっと怖い。3ゲーム目いかない、ちょっと4ゲーム目、あれ5ゲーム目ハンドガンしか来ない、ちょっと6ゲーム目、あれちょっと流れがよろしくない、やばいな、油断してました完全に。あれこれで10ゲーム目、10個使っちゃいました。もう北斗転生でもこういうことはあるあるだったんですけども、あ、OK、ガトリングに昇格。いや、12個使いました。ちょっと危なかった。さあ9セット目、ちょっと危ないですね。あと6個しかないです。ああ、封印のジャックチェリー2個ゲット、いいね。重ねて重ねていく、追加で3個欲しい、3個。さあ残り11、プッシュ告知、11個持ってます。これ決めたいね。あー、ただプッシュボタン完成しても確定ではないんで、うん、3ゲーム目よし、 OK、 これでファイナルラウンド、あ、もうコンプリートしたんでこの時点でストックですね。じゃあそこのセットで、あれでしたね。さあちょっと未知の世界です。ここのこの先ちょっとやったことないんで、とりあえずハザードゾーンのアイコンは10個獲得で赤ボタンです。あ、これは10セットの、AT のストック分、そしてこれが10個アイコンの40か。さあ155ゲーム、トータルで載せましたんで、ただまだスタートラインではないです。全然スタートラインじゃないです。これだけで満足しているようだと、全然ダメだと思います。ラスト158ゲーム、現在711枚出ております。でセットストックも1個持ってるんで、ここの最中にどれだけクリーチャーバトル入れて乗せられるか、これが金の玉分。10ゲームクラッシュフリーズは、あ、違う、さっきは残り1個の玉が10ゲーム乗せでした。
さあ326発これがゾーだったら300グームなんですけども、いやー、おーおーおー、青色でも取りました。40ゲームさあ最終ゲーム、まあ、ストックあるんでここは継続です。あ、これは贅沢ですね。ジャクシェヒョウ柄タイトル継続確定しているところでも引き戻しバトル中のレア役は多分クリーチャーバトルの抽選されてたらいいなという希望です。いきましょう、2セット目です。これは贅沢ですよ。強チリ重ねてそろそろいい、あーないか、1500枚オーバー、いやーありました。多分強チリからだと思います。いやここは絶対に決めないといけない。次欲しい、これはリプレイ近くなんで獲得なんです。次プッシュボタンなんだよな。いやーダメだ、ノー、やばい、これはやばい。165、しっかり瞳を閉じる。 OK、 さらに OK、 いいね、125枚、これはプレミアムチャンス近づいてますね。赤いね、3200ぐらいは欲しいね。いやークラッシュフリーズがない。強チェで20ゲーム乗せ、さらに10ゲーム、いやーまた冷却引くしかないな。最低ベルです、最低ベル。遅れたね。ああ関係なかった。あ、これはちょっと強い画面じゃないでしょうか。あ、プラス銅トロフィーも出ましたね。1は否定されたと。クラゲ復活もありますんでね。ない、いや結構大きい塊取れましたね。1900枚、ただまだスタートラインではない。完走させないと始まりませんので。あー贅沢です。247ゲームで当選です。クラゲ242枚、ボタン、おーわ、ヒョウ柄のステージェン、ここで停止フリーズ OK、 停止フリーズはしてないです。さあ846ゲーム、ラストベンデッタモード、あれ155枚、アクセル回す。いやはい、お疲れ様でした。やり調査からの心音調査、畳の時刻は22時5分ということで、合計合わせてプラスの761枚ということで、スマスロバイオから、稼働台ですね、二次トロフィー、ご報告いただきまして、でも
次回お邪魔する時もスマスロバイを狙っていきたいと思います。ということで今回はペルペルパニシンガーデン桶川天様でした。最後までご視聴ありがとうございました。